私とこいつ、久保田純一郎は家が隣同士で小さい頃からよく一緒に遊んでいた。バスに遅れちまう、急ごうぜ。なんで。ちなみに私は空手をやっている。だいたい俺の方が殴られてんだぞ、見ろこの顔。なあっていい加減なんか喋れよ。そういうのだよ。お前が隣にいねえとつまんねえんだよ。お前に無視されてるなんてもう一秒も耐えられねえ。喧嘩の次の日はいつもこれだ。一体どういうつもりで。